こんにちは。こんにちは。スカジャン研究家の松山さんにお越しいただいてます。松山です。よろしくお願いします。が,ますが、スカジャンだけでゃなくフィフティーズカルチャー全般に詳しい松山さんのまた別のもう一つのお仕事として今回はもうフィフティーズといえばこれっていう。そうですね。今回ですね、<A> そのスターブハリウッドという <A> あのアメリカの50年代にその <A> 幻のまあブランドですね。はい。 を紹介しに来ましまた、はい、スター・オブ・ハリウッド、実は2年前に、はい、一度この YouTube でやってるんですけれども、はい、またね、はい、新作も出てきたということで、はい、改めておさらいも含めてです、ね、はい、スター・オブ・ハリウッドの説明をお願いします。はい、分かりました後ろ見てください はいね、すっごいインパクトの柄ですね。マスター・ブ・ハリウッドですごいあの有名な柄っていうのが何個かあるんですけどもね、はい、そのうち、まあ、この4柄っていうのがここに飾られてますね。まずこちらがあの、星首シュランケンヘッド。シュランケンヘッドですね。で、こちらが、まあ、コンドルですね。私も、ね、愛用してるんです、はい、前回のはい、はい コンドル。はい。あとこちらがまあスネーク、ラトルスネークですね。ガラガラヘビです。ガラガラヘビなんです。はい。食いき場でそうあとそちらがまあタランチュラですね。はい。はい。これも愛用してました。大好きです。めちゃめちゃすごいですよね。で今回はその中でもこのコンドルですね。はい。をリリースしている。実名復刻でリリースしているんですけどスターブハリウッドってですね、本当にもうヴィンテージはすっごい珍しいんですよ。それでもう 古着屋さんのオーナーさんが私物化してるとか例えばもしアメリカ行って見つかっちゃったなんかしたら自分でも私物化しちゃってもう絶対売りに出さなかったりとかマーケット自体に出てないんですね昔は本当に誰も知らないような本当に幻のブランドだったんですよね。いざもし出てそのオーナーさんが手放すってなって店頭に飾ってかけたとしても車1台分ぐらいの三桁万円みたいな感じですいっちゃいますね。 もう集めようと思ってもものがないですから集まらないですしうすごい時間をかけてやっと手に入れても一着だけやったりとかそれもサイズが合わなかったりとかちょっともう程度が悪かったりとかっていうぐらいの本当に珍しいものなんですよ今回ですねコンドルっていうのを復刻してるんですけども実はコンドルがその中で一番珍しいんですよね。 手に入りにくいんですよ。どもうどれも車一台買えるぐらいのレアなの、はいはい、中でもコン,、はい、コンドルが一番珍しいです。ほうほうでしかもコンドルだけがコットンなんですよ。<え>コットン素材。あそうか。他は全部レイオンで、はい、ヴィンテージもコンドルは、はい。 コトンななんんでですすねそうしかもプルオーバーでみんな3つボタンなんですけどコンドルだけ2つボタンなんですよね。それれは言わななないいと気づかか確でこちらにまああるんですけどねこちらはオープンなんですけどもちろんヴィンテージにこだわる方はプルオーバーで着られるのがいいと思うんですけどせっかく素晴らしい柄なのでオープンでも作りたくてリリースしてるんです。これはじゃ オープンカラーっていうのは松山さん企画のものなんですね。ン存在しません。しないものなんですね。はいはいはい。あと柄を見ていただきたいんですけど、こちらですね。まあコンドルがその頭蓋骨の上にこちら乗ってるっとか骨の上に乗ってるんですけど、これ実はちゃんと意味がありまして、昔ですねその長総っていうのがありまして、それでこう頭蓋骨に乗っかたりしてるんですよね。こういう骨まあ頭蓋骨使うの絵とかが よりこインパクトを強くしてますよね、はいそうそう。ちゃんとストーリーがあるんです。あとこの赤い頭ですね。なんといっても、えー。すごいアクセントになりますよね。はい、これ。け、はい、がこう抜けてて、えー、真っ赤な頭なんですよね。これがまたすごいインパクトがあるんですよ。はい。パ、うん、ンとここは目立ちますからね。はい で、まあ、袖にもコンドルはいるんですけども、その背中を見ていただくとわかるんですけど。その、まあ、荒野と言いますか、風景なんですよね。これもヴィンテージに準じた、ちゃんと作りになっているんです。ヴィンテージもじゃあ、全部。こういう。背中こういう。柄になってて。これ別の生地なんですか。ああいけ。同じ生地で。コンドルの映ってないところを使っているという。そうです。そいうことなんですか。これがまたおしゃれなんですよ。へえ。 いやこれ僕もね本当気に入ってもうずっと着てるんですけどいいですよねこのインパクト最高です白っていうのはまあヴィンテージに存在する色はいまあフロろ皆さんも有名でご存知だと思うんですけども実は今回もですねあの配色を組んでおりましてはいますますさん来てらっしゃるのって前回のだと思うんですよねそうですね前に以前にコンドルを作られた時のそれですねいいですかえいもうちょっと出てくるんですよ こちらなんですよね。はいはい。こちらのまずグレー渋い。はい。グレーとあとこちらの今回パープルやらせていただいてるんですよね。これも綺麗なパープルですね。そうなんですよね。まあラベンダーと言いますかパープルですね。で私がまあこだわってるのは先ほど申したようにこの赤いこのこのコンドルの頭っていうのが映えるようにこう色配色組んでるんですよね。 あそういうことですね。なのでこの淡いこのパープルとあとこのグレー淡いグレーというのがバッチリ赤がこう映るんですよ。確かにそうですね白に負けないぐらい映えてますもんねこれ。で実際そのあのヴィンテージで私はまあこの色っていうのは今度は見たことはないんですけども実は他の柄でですねこういう色が実はあるんですよね。 はい。まあこちらなんか特にシュランケンヘッドでこういうの柄が最近発見されまして、ええはい、でこちらもその他の柄でもあるんですよ。はい、なのでこれはもうコンドルでも、ええ、あ,あってもおかしくはないっていう私で断言できます。ははははは。はい、だからそれをまあ、はい、イメージしながらコンドルに置き換えてかった色っいうことなんですね、はいそです。そういうことなんですよね。<ー>でグレーとパープルに関しては抜選なんですよね。 はい染め方がそうか白は抜けないですもんね確かにここあのまあ地面のところの色見ていただくとわかるんですけどはい白はグレーじゃないですかでグレーとパープに関してはここが白なんですよねはいはいなのでこちら抜線なんですはは抜いてるわけだでちょうど今こちら今プローバーあるので見ていただきたいんですけどもボタンの数がまあ2個であとそのボタンのその大きさ っていうのはこちらの方がちっちゃくてこちらの方がまあオープンの方が少し大きいんですよね。オープンの方が少し大き大きくしているサイズが違いますね。はいはいなのでまあオープンとまあプルオーバーの違いと言いますとまああのもちろんそのポケットだったりとかあそっかプルオーバーには確かにポケットないんですね。ヴィンテージに準じているのであそうかヴィンテージじないんですよ。松山さん企画でオープンの胸にポケットが付いて ちょっとガラわせガラわせになっちゃってるんですよ。すごい贅沢ですよね。贅沢な作りですね。そうなんです。ほなので今回はそのまあ白のあのヴィンテージに準じたカラーはそのままやっておりまして、あとその新しい色としましてグレーとパープルっていうのをやってるんですよね。その三色展開です。これオープンカラーとプルオーバーと形は竹が丈の長さとか。 ちょっと違う基本違いますね。やはりプルオーバーですので、こう脱ぎ着しやすいように少し身幅がこう余裕を持たせてあります。ええ、あそういうこと。はい。もうそもそも形が違うと。シルエットが違います。ええ。これはね、実際着てみてその違いをかね感じたいですね。ぜひぜひ。そう僕はね、まあプルオーバーが、そうあの形が違うことを知らずにプルオーバーが好きでプルオーバーを選んでたんですけれども。 オープンカラーというのもちょっと、ねはい、これはこれで親しみが持っている人多いと思うんで一般的といいますかプローバーというのはまあ珍しいですよねただでもやっぱりその1950年代の時に、うん、プローバーのシャツって結構出てるんですよ実はスポーツシャツでププローバーにはプローババはのやっぱ良さがあるんですよね<ー>、はい、で柄もすごいインパクトが強い柄なんですけど、まあ、大きくてなんですけどこう、まあ、もちろん見てるだけでもすごいかっこいいんですけど<ー>着ても全然そんなに。 すすすごいい着やんでよ手に持つとすぐ派手に見えますけど実際ね着るとさらにかっこよさが分かるね。スタ・ーブ・ハリウッドなんですけどね50年代当時も実は有名な柄っていうのはもちろんあるんですけどもそれ以外にも実は当時リリースしてるんですよね。なんかこう車の柄だったりとかアーガイルの柄だったりとかいろいろあるんですよ。した年代の 独特のデザインですね。ちょっと紹介させてもらっていいですか。ちょっとまずこちらの2着なんですけどね。これ今季の新作として出てくるものです。そうなんですよ。えっと、まずこちらですね。私も今実は着てるんですけど。はい、まあ、これは白ですね。の色違いなんです。そうなんですよ。こちらダイヤモンドなんですよ。着やすい柄です。そしてコットンで。はい。 まああとドビーってまあちょっと織りが高級の折りが入ってるんですよね。本当だ。これかっこいい。はい。おしゃれの生地ですね。まあ先代50年代ってアーガイルとかダイヤモンドとかそういったまあちょっとキラビヤかな柄っていうのがすごい若者に流行ってます。そうですね。なんです。でこちらもそれがも集約されてるんですよね。これ小さいダイヤでこの大きいダイヤをこう型取ってるんですよね。はい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 。あとこう散らばってるのもダイヤモンドなんですよ。 そうですね、はい、全部ダイヤだ。全部ダイヤです。はい、総ダイヤです。めちゃめちゃ良くないですか。なんかすごく、この生地の。雰囲気。はい。な、ドビー。ドビーです。折り柄。折り柄、格子の折り柄に。格の折り柄に。さらにプリント。の柄がされてるんですよね。ほう。すごい着やすい。私この生地大好きなんです。ええ。 毎年リリースさせていただいているんですけどね。この柄自体は初めて初めてです。初めてやる柄ですね。これもすごいもうあのヴィンテージでもすごい珍しくてですね。まあこれは実際はあのスターハリウッドネームではなかったんですけども、そのやっぱりスターハリウッドってもう50年代のスペシャルエディションということで、私がちょっと選んでですねリリースさせていただいてるんですよ。スターハリウッドとして出したっていうことですね。そうです当時は違うネームでもスターハリウッドで出させてもらってます。はいはい。 そうなんですよね。でこちらまずダイヤモンド。でもう一個紹介したいのがこちらですね。これまたねザフィフティーズな。アトミック柄って言いまして、はい。まあ機化学と言いますか。はい。まあ当時ですね。そのモダンなまあこういう柄っていうのが、まあ抽象化だったりとかですね。あのまあモビール柄だったりとか、まあいろんなのがあのその当時流行ってまして。はい。でその中でもやっぱりこういったあのシャツでもこういったプリントっていうのがされているものがあるんですよね。 アーチも、こう、アート由来な、がらみたいな感じですか。はい、そうです。そうです <laughs> はい。しかも、この色を見ていただきたいんですけども、ええ、この、ま黒ベースに、白とピンク。はい、ええ。これがもう、実は王道で、うんうん、しかも、ヴィンテージが出ても、めちゃくちゃ高い値段がつくような。配色なんですよ。 もう一目でなんかフィフティーズ感が漂ってくる感じですね。はい、これはそうなんですよね。あと特にそのまあヴィンテージ好きで探している方でもそうなんですけど、うん、あとまあ音楽好きな方とかもこういった色っていうのをすごい敏感に反応するんですよね。うん、すごいこうカッコいいんですよ。はははこれも生地は同じようにそうです同じ生地です。同じ生地なんですね。織柄格子の織にプリントが施されているものです。 でしかもこうやってまあもちろんこのネームを見ていただくとわかるんですけどこの柄にこのネームがちらっと見えてるだけでもう上がる感じですかかっこいいなっちゃうんですよねこれはポケットは違うんですね形が気づいちゃいます気づきますこちらはまあいわゆるインポケって言われるものですねその袋の布が中にあるんですよでこちらパッチポケットって言いましてその生地をこう貼り付けたものですねだからインポケパチポケというふうにまあ我々読んでますけどねはい これもやっぱり当時こういう形があった,、はい、あった形なんですね。あったんです。あったんです。えー、そうなんですよね。はい,はい、はい、あとまあ私はまあスマスモさんもそうなんですけど、えー、この襟実はちょっと一番上まで締めるのが私好きで、はい、確かにオープンカラーって言ってね、はいはい、ねみんなこう解禁して着るからオープンカラーなんでしょうけど、私まあ個人的なんですけど、えー、っこっちらは自分はクールだなと思って。 着てるんですよね。でもちろんオープンもあの解禁してもいいんですけど、はい、私はこの着方がちょっとクールで気に入ってるんですよ。これはもう松山流ですね。<laughs> トップまで止める松山さんもそうですよね。僕は気分によって買いますね。あ、そうですか。<laughs> 私はほぼほぼ,ほぼ,ほぼそんじゃってますね。確かにそうかもしれない。はい、ええー。 まあこの辺もね、皆さんねこう好みが自分の好みで、まああと気分で気分で今日は開けちゃおうかなとかね、前全部開けて着る人とかもね、それもありありちゃうんですからね。はい。いろいろないろんな着方話をね楽しめますよねこれ。はい。もっと見ていただいていいですか。もちろんです新作ですねこれも。そうなんです。はい。こちらに二柄なんですけどね。はいはいはい。実はちょっとこれロックンロールを感じる。 柄なんですよね。ロックンロール、はい、こっちは確かに楽器があるからロックンロールわ、はい、かるんですけど。はい、これはなぜロックンロールなんですか。これよく見てください。はい、レコードに見えません。確かに。はい、あ<っ>、しかも45ですね。あの7インチの方のシングル,<ー>ングル版の方ですね。 スピンしてるみたいな。はいはい。はい、確かにレコード回ってるからって言われたらもうそれにしか見えないです。まあ当時もカラーバンっていうのもあるんですけど、はい、ほぼほぼまあ黒い塩化ビニールの、はい、がまあレコードなんですけど、ね、はい、えー、はい。それがですね、こうちょうどこうスピンしてくるくるこう回ってるように見えるんですよね。はいはい。はい まあ<ー>タイトルは実はバブルになってるんですけども、はい、まあ実際はまあ泡を表現していると思うんですけどね。<ー>だけど私はもうこれがレコードにしか見えなかったんですよ。もうロックロールと決めたわけですね。はいはい、はいはい。そうなんですよね。はい、本当にこれがすごいかっこよくて、<ー>しかもですね。っとまあ先ほどと同じ生地なんですけども、確かに。はい。光、は、脂、い、のまあドビー折り柄なんですけどね。これコットン。 コットンですよね。はい。で、この格子の折り柄っていうのが、私がそのもう一つ好きな理由がありまして。その折り柄で、ちょっとこう肌に密着しない分、サラッとしてて、涼しい感じがするんですよね。確かに。ベタベタってなんない。はですね。これも吸いますし。夏も最高ですね。そうなんですよ。ま私は結構素肌に着るのが好きなんですけどね。はいはいはい。あの、それがさらに涼しいです。最高っすよ。 1950年代ってそれこそエルビス・プレスリーに代表されるロックンローラーもうスーパースターが現れたわけじゃないですか。なのでその当時やっぱり若者向けにそういった柄っていうのが結構出されてリリースされてるんですよね、うんあ。じゃあもうアメリカではロックンロールが、はい、やっぱりエルビスをきっかけにすごい広がった、ねはい、そういうとっていうことですかすごいもう若者から にすごい浸透したんですよね。えー、スーパースターの誕生ですよ、うんはい。それでですね、こういう柄もあるんですよ。これね。はいはいはい。もうわかりやすいですね。そうなんです、ね。ギターが映って、はいはい、そのエリビスが使ってたギターっていうのが、うん、アコースティックギターに革のこう型押しをして装飾をされたものが。はい、実はそれを表現してるんですよね。そうもうじゃもろにそういうモチーフなんですね。あとその曲名だったりとかもこう書かれてて。 ご先生にこれ、書かれているのか。そうなんですよ。これ文字が全部音符になってるっていうのは面白いですね。これすごいデザインですよね。あとこちらこう上にこう縮めばえっていうのが、これがレコードなんですよ。はい。あとその、ロックンローラーが履く靴ですね。はいはい。もうモチーフを一個一個もこう見ていくだけでも面白いですね。はい。後ろ側見ていただきたいんですけども。今回これ、性欲がないタイプなんです。普通だと、ここにまあシャツで性欲があって。 これはこの柄をちゃんと出すために今回は性欲なしではいだからこう特殊な作りなわけですねレコードが切られてないですよね1枚になってるんですよねええよく見るとね上の方には小さいレコードだけで下の方にボリュームのある柄が集まってるギターだったたりだっえそうこれもこういう柄がヴィンテージで存在してたっていうことで。 だけどめちゃくちゃ珍しいですし、ええ、本当にやっぱりここまでこうはっきりロックンロールって分かる柄っていうのは、はい、やっぱり当時でも少ないんですよね少ないのでもうコレクターがもう絶対手放さないですからあそんな貴重な柄なんですね、うんはいはい、だからもう本当にフィフティーズ好きとかロックンロール好きにはたまらないデザインですねでしょうね、はい、これはもう持っときたいですよねこれの、はい、あの、はい、へえすごいスター・オブ・ハリウッドは こういろんなバリエーションもあって、はい、奥も深くて、はい、ちょっと楽しいですねこれそうですねフィフティーズのスペシャルエディションという形で出しているので実は今日紹介したもの以外にも、ええ、何個もあるんですよねあ今,日今日は5から紹介していただいてますけどま、はい、まだ他にももっともっとあとと、はいすっっりしかもちゃんとこのフィフティーズの突出したその色のを意識して作らせてもらっているので、ええはい、ぜひぜひチェックしていただきたいんですよ はあ、い、や、楽しみです。俺も、もう。他の柄も見たい、さあ、色も。ぜひ。ええ。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。